こんにちは、宮沢優衣です。今日はですね、夏休み明けからの学級づくりというテーマで行ったセミナーの一部無料配信していきたいと思います。非常に好評なセミナーでした。で、参加できなかった方もおられたと思いますので、皆さんに無料で一部ではありますけれども、有益な情報をお届けしていきたいと思います。2学期の学級経営役立つこと間違いなしだと思います。よければご視聴ください。本編が終わった後、僕またここに戻っていきます。お知らせがありますので、よければ最後までご視聴ください。それでは楽しく学んでいきましょう。どうぞね。温まってきたと思いますんで、1学期よりこう厳しく鍛えていく5番目。厳しくっていうとなんか語弊がありますけれども、鍛錬、修練、洗練化していく。もうちょっとこう、成長を促していくっていうことですね。5個紹介しますよ。まず1つ目。指示を複雑にします、僕は。指示の通りに正確に行動できるようになったら、あえて指示を複雑にし、複雑な思考や行動を促す。これなんでこんな不親切なことをするかっていうと、指示が不明確な状況っていうのはいっぱいあるわけですよ。中学校、高校、大学、大人になったらですね。で、その時にやっぱり動ける子供っていうものを育てていきたいわけですね。僕はそう思うわけですよ。その時に僕がするのは4つあって、まず指示の数を無駄に増やす。わざとね。今から2つの指示をします。とかって1学期言ってたんですよ。でもそれを倍にして4つ指示を出しますとか、今から7つの指示を出しますとかって言うと、子供ら混乱しますよね。混乱させるってことですね。全然これスライドね、写真撮ってもらって構いませんからね。あと2つ目は指示書かないね。できるだけ黒板に僕は書くようにするんです。視覚支援としてね。でも、あえて書かない。黒板まっさらの状態で、今から2つの指示をしますよ。それでは書きませんから頭のノートにメモしましょうね。皆さん頭の中に鉛筆持ちましたかとかって言うと子供たちはね、集中できますよね。その時は指示あんま多くしちゃうとかわいそうなんで、1学期と同じようにね、少なめにしていきますけれどもね。で、こっから緑から青がカーンとちょっとレベル上がりますね。秋以降かな。指示を不足させますね。例えば朝の会は校庭で行います。これ、板書してるイメージです。朝の会は校庭で行います。もうこれ板書したんですよ。そのまま体育の授業も行います。以上終了。板書がこれだけしかないっていうことですね。っていうことはですよ。もう皆さんだったらお分かりだと思います。校庭で朝の会を行って、そのまま体育の授業をやって、今は、走り幅跳びだから、あ、筆箱持ってった方がいい。体育のファイルも持ってった方がいい。いつもタブレットで撮影してるし、もしかしてタブレットもいる？てか集合場所校庭のどこ？そのまま授業するっていうことは走り幅跳びだから砂場か。いやでも物準備するし体育の倉庫の前の方がいいか。そんなものこっちが指示しなくたって、いつもやってんだから考えりゃわかるでしょうという、そういうところで、うまくできたり、うまくできなかったりするんで、でも頑張ってるね。とってもいいことだよ。先生もちょっと指示が不足してたかもしれないね。でも、不足した指示の中でもこれだけ動けるっていうのは、随分成長したね。間違っても4月のみんなは、多分これ困っちゃったんじゃないかな。なんていうね、風にして、ちょっとずつ育てていってあげると、こっちが指示がなくてもね、どんどん成長していく。ポイントはこの時担任が教室にいないっていうことですね。あえてね。いたら聞いてくるじゃないですか。ね。でも職員室でコーヒー飲んどいたらいいんじゃないですか。この日はね。最後、ゼロ指示。もう何も出さない。この点々点っていうのは、これ僕の担任の言葉ですよ。何も指示を出さない。そうするとですね、例えば子供がこんなことを言ってきます。先生、体育の後は、音楽なので、音楽の準備もしていっていいですか？していきます。なんてね、声が出てきます。だから朝の会が校庭で1時間目が体育だったんだけど、よく連絡黒板を見たら2時間目音楽って書いてあるんですよ。っていうことはもう勘の鋭い子は、じゃあもう教室戻ってくるのだるいし、そのまま音楽行っちゃえばよくない？リコーダーと音楽の教科書は下駄箱に入れといたらよくない？っていうところまで察知する子は絶対いますよね。で、音楽の準備もしていきます。っていう一言が、かかったら、ナイスアイディアじゃん。それじゃあみんなに伝えてあげたらっていうわけですよ。すると、2人目、3人目が、みんな音楽の準備もしていってもいいよってね、そんなふうな声かけが出てくる。仲間化ですよね。つないでいく。一人の発見や学びや気づきは拡散していく。でもその場にいない子もいるじゃないですか。じゃあ黒板に書いたら、先生チョーク使っていいの？いいよ。学ぶために使うんでしょ？学びじゃない。で、黒板に音楽の準備もしておくといいよなんてね、書いちゃうっていうことですね。明らかに変わりますね、1学期とね。ここぐらいまでだったら、小学2年生ぐらいだったらもう全然いけると思いますよ。続いて、係活動の参加を任意にするということですね。イベントですね。相手目線を獲得させていきます。そのために係活動の全員参加を撤廃することで活動の魅力を可視化していきます。どうしたら参加人数が増えるか、相手を満足させるかというマーケティング思考を持たせていくということですね。これ、宮沢学級の後ろのロッカーの上ですけれどもね。いろんな係活動がバーっと並んでいますね。で、ここに空き瓶置いてあるわけです。で、クラス全員にコインを10枚持たせていて、例えばミュージック係が朝のね、音楽とかやって、楽しい音楽、楽しい朝の時間になったなっていうふうに思ったら、クラスメートがですね、この瓶の中に自分の持ってるコインを1コイン入れるわけですよ。右見てください、これ。この係はもうめちゃくちゃ儲けてますね。すごいですよ、工夫が。そう考えていくと、やっぱりコインの数が多い係もあれば、少ない係もあるっていうことですね。これがだから実際の世の中で考えてみると、お金としてお金をよく稼ぐ係、あんまりお金を稼ぐことができない係っていうのがあったりするわけですね。お金を稼ぐイコール下品、そういう意味ではなく、お金っていうのは人の喜び、を満たした一つの具現化した表現方法、証であるので、このコインの入った数だけあなたたちは人を喜ばすことができたんだよっていうような指導をしていくわけですね。結果的にあなたたちも嬉しいよね。あなたの係も嬉しいよね。相手も嬉しいよね。みんなが嬉しいよね。こうやって大人の社会は回ってるんだよっていうのをね、教えていってあげているっていうことですね。はい、以上5つでございました。この2学期っていうのは1学期に比べてですね、少し強めの負荷を与えていきます。強い負荷は痛みを与えることでもありますよね。これは成長痛でしょうか？それとも学級を滅ぼす病魔なのでしょうか？担任の教育官が問われていると思いますね。やっぱり怖いですよ。負荷を与えるっていうことは、これ全部怖くないですか？今紹介したの。指示複雑にして指示通りに動かなかったらどうしよう。係活動の参加を任意にして集まんなくて子供たちが落ち込んじゃったらどうしよう。怖くないですか、これ。でもそれが成長痛ってことでしょ。で、成長痛を感じるから筋肉痛があるから筋肉が増えるんでしょ。どう捉えるかっていうことですよね、これをね。まさに担任の教育官。自分自身の生き方がそのまま映っているんじゃないのかなっていうふうに思いますね。あれやりたいを引き出すコーチング力。結局ですね、今ここでお話しした夏休み明けに整え直すべき学級基盤、1学期の復習、そして鍛錬、厳しくね、鍛えていくっていうのは、こっちが子供の精度を、質をより高めているだけで、子供がもともと持ってる思いとか考えとかっていうものをすごく大事にしている。っていうわけじゃないんですよね。子供の持ってる、もっとできるだろっていうような洗練している感じなんですよ。それって、いい学級になりますよ、一見。すごいキビキビするし、全校の先生は称賛してくれると思いますが、僕はそんなものにあんまり興味がなくって、それよりは、自分たちが本当にやりたいとか、思ったこととか、そういったものを自由闊達に、子供たち同士で意見をやり取りし合って、ああでもない、こうでもないって、こうピーチクパーチク言いながら時に衝突したりですよ。喧嘩したり、涙を流したり、先生聞いてとか言ってこっちに駆け寄ってきたり、なんかそんなんが好きなんですよね、僕はね。だから、子供の精度はもちろん高めつつなんだけれども、やっぱりここじゃないのと思うんですよ。子供たちに必要なのっていうのは。はい、ありがとうございました。いかがだったでしょうか。1学期と2学期って学級作り少しね、やっぱり変わってくるんですよね。で、今回紹介したものだけではなく、他にどんな学びがあったのかな、セミナーどういう内容があったのかなっていう気になる方もおられますので、よければですね、今回特別にアーカイブを残していきたいと思いますので、アーカイブ映像ご覧ください、ご視聴ください。9月限定でアーカイブ残したいと思います。今日から約1ヶ月間だけ視聴することができます。研究所メンバーシップにご登録いただき、こちらの動画をご視聴いただければ、アーカイブの視聴方法すぐにわかると思いますので、よければご視聴ください。お待ちしております。それでは今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんの2学期、学級経営心から応援しております。またアーカイブ映像でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。